大田の埴輪でございます。高さがどれくらいあるかね。こんなんやから2メーター50くらいあるかね。すごいね。大型円筒埴輪でございます。メリス山古墳、4世くらいの古墳やな。あれはね、石室の上から天井石が見れますけどね、中は入れませんけど。これ今作ったやつやな。復元でございます。こちらが井戸の、井戸をね、くり抜き井戸。真ん中でくり抜きなんですよ。なんかおもろいのがなかったんでね、中へらなんだよ。はい、梶原考古学研究所。なんかこのように走ってきたけどね。これが塚明神古墳の復元石灰でございます。立ち入らないでください。はい、塚明神古墳ね。草は壁の巫女さんかもしれんな。どうなんだろうね。横からどこになるよ。これ修羅はね、文字で作られてますけどね。これはセメントですからね。石は本当かね。このどうもセメントだろうな、これ。地面だよね。修羅の模型でもない。藤井寺のどこで出たんかね。修羅がね、日本で出たの大きいの小さいのね。修羅が藤井寺で、それはどこにあったかな。藤井寺の図書館やな。図書館にあるね。小さいのが図書館で、大きいのが地下水飛鳥博物館かな。これどこの組み合わせ式石棺模型。玉木山1号本。玉木山1号本はどこが、どれが1号本やったっけ。1号本ね。これまずどこだ。深谷一号本、7世紀中頃。7世紀になると、まあ小さいやつはこんなの使ったのかね。そうかね。まあね、大王本はもうあの石棺の、大きい石棺のね、石棺になりますからね。きれいにね、組み立て式になってます。この石もどっかの石だろうね、これ。無謀さん置いてあるけど。どこの7世紀。飛鳥村野口。鬼のまな板と石器、古墳の中から出てきちゃって、まな板らへんから、この女が。まあね、あれは途中で、製造やめたんだろうな、作るのが。こんないっぱい出てきたの。これはね、村へ持っていきゃ、もう、すごいね、観光資源になるけどね。無造作も置いてありますわ。これは、あれやな、寺院やな。お寺やな、お寺の基礎石だろうな。これ、横穴式石図。お告げ15本。いや、知らんね。知らんわね、この小さい子はね。もう一応ね、これはどういうことだ。こっちが船頭として、あっこがね、隣室だね。ここにやったんやろね。
ちょっと小ぶりではあるんですけど、小ぶりではあるけどね、はい、一応こういう感じの、こういう感じのね、古墳もいっぱいありますからね。はい、ありがとうございました。ああ、奈良県柏原考古学研究所附属博物館でございますか。はい、ありがとうございました。